い、レオンチャンネルです。今回紹介してるのはこちら、ウルトラマン Z デラックス Z ランスアローです。はい、これは名前の通りランスとアローの槍と弓が合体してるウルトラマン Z の固有武器で、パッケージの上側を見ると3フォームともが使ってますから、今後のメイン武装って形だと思われますが、見た目からして明らかにオーブスラッガーランスとパーツを共有してる部分も多くって、おもちゃとしてはリレコ玩具なんですけど、数万年前にウルトラヒーローが怪獣の封印に使ったっていう設定で、それが化石化した後現代のウルトラマン Z にこうしてハルキたちの手元に飛んできたって流れですから、そうなると元々はオーブスラッガーランスで、それが時を経てこの形状に変わったとか、そういうこと。数万年前のウルトラマンってウルトラマンオーブでも、ジャグラス・ジャグラーがハルキたちの隊長やってますから、その辺の時系列どうなってるのかな。遊び方としてはランスとアローのそれぞれの通常技プラス、さらに必殺技が2種、本編通りここの Z マークとか。ではレビューしましょう。ちなみにオーブスラッガーランスは完全な槍形状で、電源オンすると外産ボイスだったりとか、ここのレバー回転で、レバー引くとここが回転してトリガーで攻撃みたいな流れでしたが、おおよそ遊び方同じですよね。ボタン配置とか変わってませんもんね。あー、でも結構色がそもそもベースカラーも含めて全然違うから、思ったよりリデコ感薄めかも。先端ががっつり弓矢の形状になってますしね。なるほど。ってことで中身はこうなってて、Z ランスアロー本体のみで、ウルトラメダルとかは付属しませんね。まずは早速、リデコ元のオーブスラッガーランスと比べるとこうで、おおよそ8割ぐらいは同じ形状になってて、素材感とか一部造形が変わってるのみで、先端は Z ランスアローの専用形状になってますね。でもレバー部分だったりとかトリガー配置なんかも全く変わりませんね。ここも回転するんでしょうね。なので近づいてみても、クリアパーツが使われたりとか、ベースカラーが違うのみで、モールドなんかは同じで、レバー部分が水色のクリアパーツに変化してますね。それ以外の柄とかは同じで、回転するボール部分もシルバーとかの3色からゴールド1色と。で、先端パーツはこんな感じで、先がなくなってそこが弓矢になってるわけですね。なのでここの、トリガー位置とかレバーの回転連動とか同じだね。説明書も入ってなくって、パッケージ裏で見てねって感じで、まずは通常攻撃は普通にターン押しでランス、レバーを引いてアロー発動、必殺はレバーを引いてターン押しでランス必殺、レバー2回引いてターン押しでアロー必殺と。わかりやすい。じゃあまずは電源オン。はい、起動オンからのトリガーでランス攻撃。2音ですね。結構音量も大きめ。斬撃音を連打することも OK ですね。さらにレバーを引くとアロー攻撃。おー、なるほど。これは一種類だ。ここの感触めっちゃいい。で、連動回転と。本編でも弓としてこうやって攻撃したり、槍として斬撃したりしましたから、アクションで槍と弓で積み分けするような形ですね。で、長押しで必殺モード。はい、効果音が鳴って、レバーを引いてトリガー。お、これで、ランス必殺待機状態。あ、Z ボイスだ。 Z ランスファイヤーで Z の文字を作って攻撃する感じね。さらにアロー必殺。
2回レバー引いて待機音が鳴ったらトリガー。ジェットアイスアローで、ジャグジャグさん、ゼッパンドンやっつけたやつですよ。こっちが氷属性で、槍の方が火属性って感じでしたよね。この二つの必殺音が鳴ると。さらにトリガーを押すと、あ、でも通常攻撃に戻るか。長押しすると、もう一回効果音が鳴って通常攻撃モードに戻ります。こうなるとレバーを引いても、アロー攻撃ですね。じゃあ全部一気に鳴らしましょう。起動音。ランス攻撃。アロー攻撃。ランス必殺。アロー必殺。はい、これが Z ランスアローのすべての音声で、オーブスラッガーランスも結構概算ボイスが入ってましたけど、今回もウルトラマンそのものの Z ボイスが入ってて、こういうところもしっかりなりきり度高めですね。てか裏側とか見てもほんと全部同じだな。ちなみにオーブスラッガーランスはレバーを引く回数で必殺音が変わるって感じでしたね。力強い。一回引いてトリガーで、派手だな。二回引いて大気音変わって、ウルトラマンの掛け声も鳴るんですよね。3回引いて、感じで様々なサウンドが鳴りましたから、そう思うと今回はアローモードっていう射撃機能もありますので、意外と近接武器と射撃武器と雰囲気を変えて遊べるのはいいかも。うん、引けば射撃攻撃だもんね。これ意外といいな。あとはこの Z ランサローを使って怪獣を封印したウルトラヒーローは本当誰なんだろう。でも片付きにやっぱオーブなのかな。以上、ウルトラマン Z デラックス Z ランスアローの紹介でした。